突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは相づち打ちながらかな。こちらは昨日のライジン46記者会見後の榊原社長への囲み取材の様子。榊原社長、ダマとはちょっと大きな、まああまり言えないんですけど、お互いこの業界長いので5年10年先にどちらかが引退する前にもう一回力を合わせて何かやりたいしやらせてほしいなって彼にはプロポーズしてますと。おお、まだプライド貯金残っているのか。どんなコラボが見られるんでしょうか。そして引退する可能性を聞かれた榊原社長は、今年がライジン9周年目、10年を機に引退しようと思っている。目標ね、僕も笹原もジジイなので次の世代に受け継ぎたい。スコット・コーカーはすでに引退した。一気に若返りを図り、次の CEO は30代くらいでもいいと思っている。そういうふうに日本の未来のプロモーターとして朝倉未来とかにもチャンスはあると思うし、もう少し上の世代にもチャンスはある。この先どうなるのってならないように、こちら側で明確にこの人たちならって思える人材、または育成した人材に託せるように今動いている状況ですと。榊原社長の引退のカウントダウンはすでに始まっていて、次の候補には朝倉未来選手も入っているようです。実際になったらブレイキングダウンの対抗戦めっちゃ増えそうですね。そして引退する前にやりたいことを聞いてみると、榊原社長、たくさんあるが、プライドが10年で終わってしまった、あのようにならないように運営組織と経営体質の強靭化、これが一番大事。他は一つ一つ成し遂げていく。さらに実は朝倉未来選手を次期ライジンプロモーターとして誘ったことがすでにあるようで、しかし嫌ですよ、かっこ笑いと断られてしまったようです。榊原社長、未来にはポテンシャルはあるが、ブレイキングダウンもあるし、彼だけでは。僕もこうやってライジンをやれているのは下で支えてくれてる人たちがいるから、まずはそういう力を身につけるのが大切。ミクルの引退はいつになるかわからないが、今しかやり遂げれないことを先に成し遂げてほしいと。これは中島太一選手がジムを始めようかと少し前に先輩に相談したところ、現役は今しかできないし、俺も現役に戻れるならそれは1億円より価値があると言われて心打たれて、今に集中すると決めたエピソードがあるので、それだけ今しかできないことには価値があるんだと思いますし、中島太一選手の昨日の記者会見での気合の入りようはそういう覚悟が伝わってきて痺れました。そして榊原社長、朝倉未来選手の復帰戦についてはもう早いタイミングで来る、夏までにはと明言。だからこれは夏のスーパーライジンのことでしょうね。そして平本蓮選手 VS 朝倉未来選手については榊原社長、時間かけてもしょうがないので来年の上半期までにはやるべきと思っていると。そして朝倉海選手についてはこのまま直に UFC ではなくライジンで防衛戦を行うようで、榊原社長、アーチュレッタという強豪を倒して世界的に注目が上がっている、今パトリック・ミックスと練習しているが、あれはミックスからの逆指名、ライジンのベルトを取ってステップアップを狙っている海外の団体もある。その中で誰が適任なのか考えていく。 UFC に行くにしろ、ファンに背中を押してもらえる形で波風なく送り出したい。ただ UFC は独占契約しか無理なので、ライジンのベルトは返上となる。今 UFC と前向きな話をしているので、ライジンが間に入り叱るべきタイミングでのチャレンジとなる。海のレンタル移籍の噂も出ていたが、そんなことは絶対にありえないと。堀口恭司選手に関しても止めないし止めたくない、一人の男としてチャレンジしてほしいと。でも本当はライジンのベルトの価値をライジンで戦ってあげてもらって、世界中からそのベルトを取りに来る選手が集まることがベストなんだけどね、そこは少し複雑ですと。はい、これはでも鈴木千尋選手は海外 UFC 行くつもりもなく、今榊原社長が言ったつもりみたいなので、鈴木千尋選手は吉羽美香に続きね、榊原社長らの寵愛も受けることにもなりますね。はい、さらにライジン韓国大会もあり得ると考えているようです。でジャン斉藤さんが榊原社長とダナホワイトが直接会談していることについて、堀口教授、朝倉会の契約ってダナが出てくる案件ではない、
甲斐選手からすればどこかのマネジメントに任せた方がいいのに榊原さんに預けるということは大きな意味があるのか、一体何が話し合われていたのかと疑問を投げかけております。もしかしたら超絶トリッキーな発表あるかもしれません。こちらは3月10日西谷大成選手のインスタライブ。西谷選手 JTT ファンケージチャンネルのスポンサーと勝負して勝ったら韓国旅行修行の旅費を全部出してくれるという懸垂勝負の企画があったが、その日ガチでドタキャンじゃなくてマジで忘れてて、でも韓国修行は俺が行かなくても成立するし、俺も韓国修行行くなら実費で行くし、わざわざファンケージチャンネルでみんなから集めたお金で行かなくてもいい、朝比奈くんと小芝くんで行けばいい、俺はそこにタイミングよく入っただけで、っていうか3人ってそもそも少なくね、試合前の選手もいたのに懸垂勝負なんてバカらしい。まあただの言い訳よ。でももう1日やったらいいじゃん。え、何？西谷くんのスポンサーもう絶対つかんって言ってたの？あー、じゃあもう俺に関わらんでくれ。いいよ、別にいいよ、石さんとかにも言っとくよ。俺はファンケージのお金で韓国行くから、これからはいろんな時に来てくれるやつだけにスポンサーしてあげて。呼んでこなかったからってスポンサーしなくなるやつはいらん。そんなやつと俺はぶっちゃけ付き合いできんし、もうあの人がファンのために企画を打ちましたって言っても俺はもういかん、行く必要がないから。自分が忘れてただけやろってコメントに。なんやねん、俺は正論を言ってる。俺がここで言ったことでこの話はもっと大きくなる。俺がビッグになった時にやっぱスポンサーついとけばよかったっていう後悔だけはせんとってほしい。そこでめっちゃ後悔させたろって俺の力になる。何のノリそれ。スポンサー辞めるってことは俺が明日からご飯食えなくなるってこと。そこまで考えてよ。だからそんなことを言われるってことは明日からお前は飯食うなって言ってるのと一緒。遅刻はダメって。遅刻はするよ。病院だって遅刻して言ってる。新年会の時も適当に来てと言われたので行ったら遅刻と言われた。はっきり言ってはめられてる。家なのに帽子かぶるのって受けるには、今寝てて最速でインスタライブのためにかぶっただけ。じゃあお前受けとけよ。俺のかっこいいところは未来が見えてるところ。みんな俺についてくればいいだけ。俺がいないと面白くない。脳へのダメージはなかった。俺に悪いイメージがついたのは朝倉未来さんが俺の悪口を言うから。俺明日から飯食えないので皆さん僕のスポンサーについてください。じゃあ今からマック食うから。でこれ JTT の後輩朝比奈隆起選手とコラボしてまして、さらに西谷大成選手、俺がブレイキングダウンに出たのは正解に決まってんだからな。好きな人が好きなことをやっていい世界なんだから。小芝くんとか朝比奈くんの方がすごい、柔道とかバスケットとかの実績もあってすごいアスリートなんだけど、申し訳ないけど世間一般の人からアスリートって思われてるのは俺。何？小芝くんって料理インスタしてるの？格闘家でインスタライブで料理してて、料理が見たいなら料理本買えって話。米尾さんは料理で売ってるんだからそれはいい。じゃあ仮に朝比奈選手、小芝選手が僕みたいにおしゃべりうまかったら、はいどうでしょう。僕で言えば僕が料理インスタやるより喋ってる方が圧倒的に面白いんですよ。ここが一番のミソです。はい、近々ガチファンクラブを作ります。西谷京を作る。俺のファン最強やから。小芝くん SNS 苦手だからって料理インスタして、その言い訳がでも君分かってるんだったら君は強くなります。でもインスタライブをするよりこの西谷とインスタライブをすること。小芝くん朝比奈くんとインスタライブしても君は絶対忘れられますよ。これは間違いないですと。そして朝比奈選手の先輩という方がお金振り込むよとコメントをしたところ、西谷大成選手、おい大学の先輩なら本当に振り込めよ、200円とか300円の話じゃねえぞ。それダサい先輩になるからな。そんなことを冷やかしで言うならお前マジでダサいぞ。これは恐喝じゃない、当たり前の道理の話をしてるだけ。格闘家は金が必要だからな。朝比奈選手、俺も引っ越し費用で金なくなりました。西谷選手、おもんねー。それ言うなよ。だったら引っ越しすんなよ。畠山くんと試合するかどうか、主戦場が違うから。食べ物のスパム送りますのコメントには、格闘家にスパムなんか送ってくんな。朝比奈選手、生物は厳しいやろ。西谷選手、冷凍で送ってくればいいじゃん。
スパムは体に悪いだろう。ウーバーも良くない。木下空手に勝てますかというコメントには西谷選手、勝てん勝てん、あれ強い、はいはい、これで満足したか。俺は誤解されやすいというよりはみんなが俺についてこれていないだけ。あー、花咲レアとコラボしたい。それめっちゃ面白いじゃん。好き勝手言ってるから黙らせたい。面識はない。何言って論破してもでもでもでもって言ってきそう。いじめてやりて。朝比奈選手、あの子なんなん。西谷選手、痛いよな。で、西谷選手まだ言ってます。おもんないから料理のインスタするわけやろ。俺が料理するのはあり。あのさ、人間の三大欲求わかってる？性欲と食欲と睡眠欲。寝てるところとやってるところ。配信するか？しないよな。だったら食べてるところもするな。朝比奈選手、確かに。西谷選手、そこをみんな根本的に気づいてないのがおかしい。と、朝比奈選手、それ間違ってるから騙されないで。はい。それは人間の確かに欲求のくくりであって、配信のくくりじゃないからね。これ確か中崎達也先生と藤子不二雄 A 先生も性欲と食欲が反対になった世界って漫画は確かに書いてましたね。藤子不二雄 A 先生のは気楽にやろうよっていう短編だったかな。それにあと寝てる姿は需要の有無だけでみんなやってないだけで、むしろ三大欲求の中でも西谷大成選手のその理論に寄せても 2-1 で負けると思うんですけど。朝比奈選手、朝比奈選手、逃げて。西谷選手、俺は間違えてないのに、そういう風に考えらんないやつがありえない。性欲むき出しの時、インスタライブできますか？寝てる時、インスタライブできますか？できませんよね。はい、さよなら。と言って消えました。残された朝比奈選手は、すごいですね。と、はい、以上になるんですが、誰？西谷大成選手のことを甘やかして育てたのは。そうそう、そういえばさ、ディープで初めて西谷大成選手らが試合する時、控室も映ってて朝倉未来選手が入ってたのに、みんなの挨拶がおはようございますみたいな感じだったから、これはお金も出してもらってて住むところも全部お世話になってる師匠に対してその挨拶は良くないっていうコメントしたら、黙ってろこの老害とかめっちゃ私叩かれまして、その結果がこれですよ。野村元監督は清原和博がああなったのは最初に入団した時の西武の森監督がビシッと言わなかったからって言ってて、やっぱ最初が肝心よ。そしてこちら、昨日の平本蓮選手、散々お怒りでした。P という会社の家事代行サービスをずっと使ってお願いしてたんだけど、マイアミ旅行中に一番お気に入りで、なくしたくないからわざわざ家に置いていった、プレミアムの値段が200万円くらいついてる、クロムハーツのクロスパッチのデニムを紛失された。疑いたくもないが、そのデニムだけやないから、高価なものだし、盗難の疑いもあった。そして、P という会社の人間、1ヶ月くらいずっとそのやり取りやってきたが、家の中に防犯カメラがない以上、盗んだ証拠がないから、警察に被害届を出してくれと言われた。都内のマンションで家に防犯カメラつけるやつなんてなかなかいないし、闇バイトのやつが P でバイトしたらめちゃくちゃ窃盗できるやん。芸能人やセレブの家事代行サービスもよくやっていますと会社の人は言っていたけど、普通に信用問題、ガタ落ちすぎ。P という会社に依頼している人へ注意喚起です。とりあえずこれから警察署行ってきますと。一般の方にすごくよく探したら見つかったり、友達の家で着替えて置いてきたとかはないですか？平本蓮選手、いつも大切に保管してるデニムです。そんなバカなことをするわけないだろう。自分が一番大切にしてるものとか、興味ない人からそんなもんって適当に考えられるとめちゃくちゃ腹立つわ。200万もするからね。K1 王者のファイトマネーより高いからね。と、しれっとこんなことも入れてきまして。で、いつもこちらも店などに不満を言っている飯田正成選手が、ナイスクレームと平本蓮選手に言ってきて、平本蓮選手は、ご教授ありがとうございました。と。思わぬところで意気投合。さらに一般の方が、アイルランドを行けなかったのは、この件と関係ある。と。本当だったらもう行っている日付だったようで、平本蓮選手は、その通り。これで遅れているようです。で、さらに一般の方に、ここまで騒いで実は彼女の家に会ったりしたら笑うに対して、同棲中と返しております。結婚の噂も出てましたが、まだ同棲段階のようですね。でもこれ私も今似たような目に遭ってて、 100% 向こうの責任なのに、私は本人だから分かってるんですが、証明する手立てがなくて、
で向こうはずっと分かってるんだけどすっとぼけてて、で弁護士のところ行ったけどやっぱねこっちは魔法使いじゃないから何でもかんでもあなたの希望叶えてあげるわけにはいかないんですよって言われて、私の場合はねその上の会社があってその会社は私に気に入られて取引してもらいたい関係だから今そっちから攻めてます、あんたのところがどうにかしてこないと私はこれ以上話進めないからねって。でもやっぱねそんな証拠を持ってるわけないだろってものでも出さなきゃダメみたいで、悪いことをする方の先行超有利なんだよね、証拠なきゃ向こうもやからもいるしね、認めらんないのもわかるけど、まあ当事者からするとそりゃないよねって気持ちになるんだよね。そしてこちらは昨日のライジン46の記者会見の時に金原選手が登壇していなかったことについて、対戦相手である鈴木千尋選手は、そんぐらい来いよ、せめてコメントぐらい出せよ、これも時代なんすかねと言ってまして、それに対して金原正則選手その後ツイッターで、会見は呼ばれてもコメントも求められてもない、俺はただただひたむきに腕十字の練習をしてただけ、夜も腕十字の打ち込み頑張るそれだけと、あくまでも腕十字で決めるつもりと、しかしながら金原選手には声かかってなかったようです。さらに元谷勇気選手に勝ったビンス・モラレス選手が勝利の瞬間のレフェリーに手を挙げられているところの写真とともに、またこれが食べたくなったと再度ライジンで戦いたいことをアピール、ライジンカモにされてない。そしてファン・アチュレッタ選手の方は、ライジンさん私は次はフェザー級で誰と戦えばいいでしょうか、ハッシュタグジャパンと投稿しております、次は階級上げそうですね、それと記者会見見てみんな興奮しているんでしょう。そしてこちらは昨日のそのライジン46の後、記者会見の後18時から行われたライジン神戸大会合同練習という生配信がありました。高橋亮吾選手に山本アーセン選手がまず登場、マスコミとファンが見守る中公開のワークアウト、まず高橋亮吾選手からでミット打ちをしながらミットを持ってる人を転がしたり、そして追いかけ扉の外にまで出て行ってしまうという、さすがの元お笑い芸人、サービス精神旺盛で笑いを取っておりました。そして高橋亮吾選手、打撃だけなら久保優太に部があるかもしれないので MMA で戦う、いつも通り解体ショーをお見せすると、やはりテイクダウンに行くようです。そして山本アーセン選手、一番好きなレゲエアーティストはダミアンと。そしてレーナ選手登場、タイに修行に行き昔みたいなワクワクしてる自分がいる、タイでは金原正則選手と一緒に練習した、いえいえどっち派とかはないです、鈴木千尋選手ともどっちとも仲いいです、女子格イコール髪が短いというのが嫌でずっと伸ばしていたんですが気分的に切ってしまいましたと、今ショートカットでした。そして中村慶太郎選手、減量期で体がだるい、これも折り込み済みで体力残して今日置けばよかった、妻とは試合前昔はピリピリしたが今は奥様が人間的に成長なされて僕が見逃してもらえている、頑張りますと。そしてなんと佐藤翔光選手と井上直樹選手が戦う者同士同時に登場、お互いの練習を見ていてくださいと、これが目玉企画だったのかな。佐藤翔光選手、準備期間が3ヶ月あったのでじっくり研究をした、もうバッチリ、僕のはたくさんあるので映像探せば出てきちゃう、ここ勝ってライジンのセンターになれるように頑張ると。そして井上直樹選手の方は、前々から準備しているので今やってた練習が全てではないですし、はい大丈夫ですと。そして2人でフェイスオフ、そして握手以上。そしてこちらはそのまま井上直樹選手と UFC ファイターでもある姉水木選手とのインスタライブ、3月10日夜10時からのもの。まず2人が会うのは8ヶ月ぶり、井上直樹選手の今年の目標は、去年一昨年は1試合ずつしかできなかったので怪我なくもっと試合をすること、今は怪我はしていない、あとは調整だけ、ここを勝ってあと 2,3 回戦いたい、次は8月やってその次は大晦日がちょうどいい。姉の水木選手は、次戦はまだ見て、強敵とやりたい。井上直樹選手、減量は終わってみればその苦しさを忘れてしまい、減量中になるとまた辛いなぁとなる、今大食いの動画を結構見ている、神戸の美味しいお店をチェックしているが、そんな感じなので結局食べに行かないと思う。親が一回横浜大会に来た時、
当日でもオンラインでチケットを買えると余裕をこいていたが、実際は入場口で買えないことが分かり、入れなかったことがあった。試合後、勝ったよと LINE して、会場の外で親がそれを受け取って、そのまま広島に帰っていった。入れさせてくれよ。水木選手、神戸は修学旅行で2回行ったことがある。井上直樹選手、同じ中学なのに自分は東京ディズニーランドだった。多分後ろ3試合目ぐらいになりそう。だけど本当は早くやって早く食べたい。関西って焼き鳥安いんですか？1本55円っていうのを見た。ユニバでスパイダーマンに乗ったことがある。水木選手、私はジェットコースター乗れない。同門のメラブはセフード戦の前、アルジャメインと5分かける5ラウンド、目いっぱいスパーしてから試合に臨んで、実質2試合やっていたのと同じという記事を見た。土曜日が確かにスパーの日だが、俺とメラブ5分かける3ラウンドやって、終わってすぐ連続で他の人とやってるのを見た。すごい。でも KO とか決めとかあんまりなくて、一つ一つの技術に突出しているところはないんだけど、とにかく MMA がうまい。試合ではわざと相手を立たせて投げて心を折りに行っている。次オマリーと見たい。自分の次戦は普通に勝ちます。1月2日、チケットもらってウルカさんの試合に行ったけど、チケットでの席の見方が分からず、ずっと違う席で見てて、共通の知り合いの隣のはずだったのに見づらい席で見てしまった。試合の方はめちゃめちゃ面白かった。メラブは面白い。いつもあんな感じ。メラブが乗る車が他の車と事故ったので、大丈夫？と聞いたら、俺は勝ったんだと言ってきて、何でもかんでもいつも勝負と捉えてて、自分の車の方が頑丈だったと言いたかったみたい。心配して損をした。毎年氷の張った湖にダイブして、寒中水泳を行っているが、ある年は氷が厚かったらしく、水から上がってきた時に、メラブめっちゃ頭から血を流していた。そういう模様を一人でずっとカメラで撮ってる。やることがアホなんだよな。そして水木選手がメラブドバリシビリ選手の鼻が曲がっているのはスパーでやってしまったと言っておりました。でもその時も大丈夫だと言ってすぐスパーを再開していたようです。とここで以上となります。はい、やっぱりかなりメラブドバリシビリ選手とは仲がいいんですね。たくさん聞けてよかったです。そしてこちら、渡辺加奈選手、次戦決定です。PFL ですね。4月4日、現地時間、サンアントニオはテキサス州かな？で開催される PFL に参戦します。フライ級リーグ1戦目。相手は元 UFC ファイター。強い相手ですが、私が必ず勝つ。応援よろしくお願いします。と、1、2、3、4、5試合目になりますね。対戦相手は、シャナ・ヤング選手。でなんとこのリーグ戦、優勝賞金100万ドル、今の日本円に換算すると1億4000万円優勝すればゲットできるようです。超応援しましょう。そしてこちらは平達郎選手の次戦、ランキング9位のティム・エリオット選手に正式決定。平達郎選手はしっかり倒していきますと意気込み投稿。そして平達郎選手とは兄筋の同門、ティム・エリオット選手とはタフの24で決勝で戦った大木久保博正選手がこの件についての動画出しております。おぎちゃん、以前から平達郎選手の次戦はティムがいいと思っていた。ストーリーが分かりやすい戦いだから。ティムはレスリング出身だが、パンチも手で避けず上体で避けてノーガード、それで自分もパンチを振ってくる。テイクダウンしても自分が下になるのは厭わずで首と、そこにあれば決めに行く。動きが止まらない。ただガードしないので不用意に食らうこともある自由なファイターと、これは雲の銃座ならぬ雲のティムといったところでしょうか。北斗の拳のなんと五射精で言うとね。でも炎の修練はクソ弱だったね。そして小木ちゃん、平達郎選手はしっかりとした打撃と寝技の技術を持っているので、平達郎選手有利と思う。大久保博正の敵討ちと言われているが、そんなのも関係ないし、敵を取るなら自分で取るし、平達郎選手にもそう思わないでほしい。ティムとはインスタで今でもつながってて、同い年ということでした。今の小木ちゃんとティムの試合も見てみたいですね。あとなんだかんだでティムって言いたい。ティム。そしてこちらは昨日お伝えしたものの続きですね。
朝倉兄弟の父がなんだかツイートしたところ、そこに AV 女優を撮影して販売するノウハウうんたらかんたらという確かに怪しいアカウントの名前の人が、私は朝倉兄弟や堀江選手のスポンサーをしています、伊豆にいらっしゃることがございましたら接待させていただきますとコメントを残しまして、朝倉兄弟のお父さんもよろしくと返答すると、そこに堀江選手本人がまさか降臨いたしまして、お前誰や嘘つきカスといつもの男気で乱入。しかしその後そのエロアカの人が、堀江さん申し訳ありません、アダルト関係じゃない僕の会社アパレルの方でライジン佐賀大会でスポンサーやらせていただきました、アダルトの方ではリンクしないようにしていました、堀江さんの下の名前を書かなかったのは検索で上がらないと思ったからです、今後さらに気をつけます、すいません、知り合いのご紹介でしたので私が AV 監督ということは知っていたはずですが、名前まではご存知なかったと思われますので仕方ないですよね、それだけ試合に集中されていたと思われます、僕のミスです、申し訳ありませんと堀江選手それに対して、いや全く知らんやった笑いと返しております。はい、本当のスポンサーの人だったみたいで、これは今日も元気にやってますといったところですね。はい、でも西谷大成選手に比べたら可愛いねスポンサーさんとの関係ではあると思います。はい、一般の方からはもちろん気づかんかったとはいえ、ガチスポンサーをカス呼びマジツボったなどのコメント届いております。そしてこちらは貴健信選手の欲張りインスタライブセット、いくつかのまとめ。貴健信選手、日本とフィリピンの他に中国とスペインの地も入ってる、股割りは足を開く限界、前に行く限界を少しずつ伸ばさなくちゃいけないのでみんな途中で諦める、回しありでの股割りの方がきつい、自分は寝る前毎日30分1時間やってから寝ていた、新弟子の子全然やらないので足を押さえて無理やりやってたら1週間で胸がピタッとついた、体柔らかい方が健康にいい、渋沢翔馬選手はめちゃめちゃ硬い、メキシコのカルテルの拷問の仕方は喉を裂いてそこから舌を出しコロンビアネクタイとやるらしい、死刑執行は国にとって好ましくないニュースがあるときうやむやにするために行われることが多い、朝原の時はフランスの外資系が入ってきてて水道をガチャガチャやってた、そのうち日本の水も飲めなくなると思う、失神経験はなし、次の自分の相手はもともとはアメフト選手でキャリアは俺と変わらない感じ、初めてキャリア同じ選手と戦うサウスポーの選手、一方的にボコる、アマチュアで5勝1敗空手コンバットで伝統派空手っぽい選手にボコられている映像は見た、気持ちが弱いタイプなので単発じゃない打撃で追い詰める、勝ってもおたけびはあげない、今年はたくさん試合をしたい、試合の1ヶ月前以外は海外で練習したい、北西表は評判悪い、手癖も悪くむちゃくちゃ、表に出てない案件もたくさん知っている、あいつは人間として終わっている、不祥事が多すぎて宝の持ち腐れで終わるタイプ、俺もそうだけど、だからジャンルとしては一緒かもしれん、あっちの方が悪いけどと、これは北西方への引退勧告のニュースの前の時期のやつですね。そして炎鵬はいいやつ、服部桜は本当に救いようのないカスなので関わりもしなかった、親方はいい人だが部屋の方針がそうだから終わってる人間の寄せ集めみたいな、申し訳ないけどと、ここで以上です。そしてこちらはハリウッドザコシショー、今鬼越トマホークさんのチャンネルで誇張しすぎた瓜田純氏を披露しているので要チェック、これは YouTube ショートになるのかな、普通のやつは椅子に浅く座ってポケットに手を入れながら、お前川越出身なの、エリートじゃん、殺すぞこの野郎で、この続きはそちらでどうぞ。はい、私もですね、昔はもう本当に人生でダメだって時にザコ師匠のチャンネル見に行ってたんだけど、最近はもうねザコ師匠でしか笑えなくなってきてます。はい、芸人界の万賀太郎先生だよね。そういえばザコ師匠といえば牧陽子さんの問題で誇張しすぎた牧陽子をやったら牧陽子さんが具合悪くなって入院までしたとかで、ザコ師匠の事務所がお詫びしてその動画を削除、でも過去にザコ師匠が他にも非公開にした動画があって、それ私見たことあるんですが、まあ、有名な CM ソング、そこを古事記とホームレスにして変えて歌っているというものでしたね。はい、はい、というわけで本日は以上となります。キツネ月見天ぷら、お肉、鍋焼き、
日が閉まる、うどんうどんうどんスープ。